おはようございます。私は成長の家本部講師の天地守です。第2回目の本日は、谷口純子成長の家白鳩会総裁の著書、平和のレシピをテキストに、幸福な家庭生活を送るにはというテーマでお話をさせていただきます。私の出身国は中国ですが、結婚後日本に帰還しました。中国で生まれ育ったため、日本語のイントネーションなど、 異なるところがあるかもしれませんが、ご了承ください。私の家庭は、妻と中学2年生の息子の3人家族です。ですので、我が家には、夫婦関係と親子関係の2つの関係があります。本日は、この2つのことについて、夫婦調和と子供の健やかな成長につながる子育てのポイントを、自分の体験を交えながらお話をさせていただきます。 はじめに、良い夫婦関係を築くための夫婦調和のポイントを三つ紹介いたします。一つ目は、相手の気持ちに寄り添い、互いに信じ合うことです。私は結婚してから23年になります。その中で、結婚当初、私の伊勢の友人のことで、夫婦喧嘩をしたことがありました。その喧嘩の原因は、その伊勢の友人が私の高校時代の同級生で、 今でも友人関係を維持していることでした。特にその友人は私の高校時代の片思いの女性でお互いに異なる大学へ進学し、現在ではそれぞれが幸せな家庭を築いていますので、私の片思いは青春の淡い思い出でしかなく、私にとっては普通の友人関係でしかなかったのですが、妻はそのことを気にして私に対して不信感を抱き、 その友人に気持ちが向いているのではないかと疑われました。私は妻の気持ちに寄り添わなかったことや対立の態度をとっていたことを反省しました。そして、その女性とは普通の友人関係であることや、中国では友人関係を大切にする習慣があることを妻に伝え、理解してもらいました。その後、その友人とは家族同士での交流を持つようになり、妻と 中直りすることができました。夫婦調和の基礎は相手の気持ちに寄り添い、お互いに信じ合うことであると改めて実感しました。二つ目は、夫婦双方の両親と調和することです。私は北京で学生生活をしていたときに、日本から中国に留学していた妻と出会い、大恋愛の末卒業後国際結婚をしました。しかし、 結婚したばかりの私たちは、妻と母の不仲で夫婦喧嘩が絶えませんでした。その不仲の原因は、ちゃんとした結婚式を挙げることができなかったことでした。私たちは1997年に入籍し、夫婦になりましたが、その年の10月に弟も結婚式を計画していました。結婚式の金銭的負担を少なくすることは、親孝行になると考え、 私は弟と結婚式を合同であげる提案をしました。ところが結婚式予定日の直前に両親から弟と合同の結婚式はできないと判定されたのです。私たち二人は弟たちの結婚式に自分たちの結婚式で着る予定の服を着て出席しました。私たちは弟夫婦を祝福しましたが、 なぜ自分たちは一緒に結婚式を挙げることができなかったのか、複雑な思いでした。自分たちの結婚式ができなかったことは、妻の心の中に深い傷のなり、人生最高の幸せは、まるで奈落の底に突き落とされる結果となったのです。その後、翌年の中国の旧正月、妻を連れて北京から私の公共に帰った時に、急遽結婚式をすることになりました。 私たちは何も準備していなかったので、セーターとズボンという二着のままで、身内だけの小さな結婚式となりました。この出来事に対して妻の心の奥には、女性として希望通りの結婚式を挙げられなかったことへの悲しみが残り、妻と母は不仲となりました。母の立場に立っていた私はいつも母に代わって母の弁護人になっていました。 セーターを着た結婚式のことはいつも私たち夫婦の喧嘩のきっかけになり、結婚したばかりの私たちは夫婦喧嘩が絶えませんでした。その後、2年間北京で生活し、1999年に夫婦で日本に引っ越し,してきました。その後、妻と母の関係は徐々に良くなっていたのですが、二人の関係が良くなるきっかけは、妻が成長の家の集会で、 両親への感謝を学んだことでした。周議会とは、全国各地において開催されている成長の絵の教えを学ぶ集いのことです。ちょうどこの時の妻の体験が、成長の絵の下関市白鳩の2007年12月号に掲載されていますので、紹介します。同下関市の11ページから12ページを一部を省略して用語の説明を加えながら引用します。主人は、 日本でちゃんと修塾するためにも、もう一度勉強し直したいという志を持ち、筑波大学の大学院、体育研究科の受験に挑戦。平成13年の春からは大学院生となり、私たちは筑波大学キャンバス内の世代用宿舎で暮らすようになりました。筑波では地元の成長のえ青年会の活動に夫婦で参加するようになり、集会などで親に感謝することの大切さを、 深く学べば学ぶほどに、私は中国の主人の両親のことを考えるようになっていきました。成長の青年会とは、12歳以上、40歳未満の男女で構成されている組織のことです。平成14年3月、3年ぶりに私たち夫婦は中国の主人の自家へ帰省しました。彼ロのほの7つの東大の天道者の信事の中に、本当の和解は 互いにこらえあったり、我慢しあったりするんでは得られぬ。とあるように、私は主人を介して、過去の寂しさを素直に打ち上げました。彼の方とは、成長の絵のお経の一つのことです。すると、主人の母は、うなずいて涙を流してくださったのです。怒られた私たち夫婦の結婚写真を見て、かわいそうなことをしたと泣いていてくれたことも知りました。そして、 大切にしていたプラチナの指輪を私にプレゼントしてくれたのです。言葉の壁を乗り越えて、主人の母の温かい思いが私に流れ込んできました。やっと家族の一円として受け入れられた嬉しさで涙がこみ上げ、素晴らしい主人を生み育って,てくださったことに心の底から感謝ができたのです。家を終わります。妻は 自分が母を悲しませていたと気づき「お母さんごめんなさい。許してください」と恨んでいた母を心から許し感謝し和解することができたのです。嫁姑の不仲が解決されると夫婦の関係も徐々に改善されるようになりました。このように夫婦双方の両親の調和し両親に感謝することは。 夫婦調和の一つの鍵になるわけです。三つ目は、夫婦関係がうまくいかないときに、すぐ別れることを口にしたり、考えたりしないことです。未熟な私たちは、お互いの考え方の違いなど、些細なことで、夫婦喧嘩をしていました。その不調和の状態を改善するために、二人で共同、京都府宇治市にある成長の余宇治米格本山で開催されている、 一般連生会に参加しました。練生会とは、合宿形式で成長のような教えを学び、実践する集いのことです。しかし、練生会終了後、帰りの駅で、また、家の近いで、夫婦喧嘩になりました。家に帰ってから、私はいろいろ自問自答しました。なぜ、こんな夫婦関係になったか。夫婦不調和の原因は、何であるか。練生会にいた意味が、 あったのかと考えました。そして、私は夫婦調和という現象を掴んでいることに気がつきました。成長の絵では、神様が作られた世界は完全延面であり、それが世界の実相であると説きます。実相とは本当の塚だという意味です。また、人間の実相は神の子で素晴らしい存在であると言います。それに対して、 今私たちが体験している世界つまり目耳鼻口皮膚の骨幹で感じる世界は現象と呼び人間の心で作った仮の姿であると解きますこの実相と現象を明確に分けて考えるのが成長の絵の教えの特徴です簡単に言えば実相は完全円満だけれども目に見える現象は自分の心で認めたものがです 現れてくるというこ,とですここで本日のテキストの54ページから55ページを引用します。自分の心を客観的に見る練習が良い夫婦関係、ひいてはあらゆる人生の問題解決につながるのである。瞑想などは一部の宗教者や特殊な人間がするものだというのは古い考え方だ。 過暴な生活を送る現代人は自分の周りに送る出来事に振り回されがちでそのため周囲の人や物事にマイナスの感情を持つことが多いそりゃあの心ごみを毎日きれいに掃除して心を軽くし私たちの本来の心相手の心を呼び起こそう瞑想をすれば集中力もつくその集中力で大切な人 愛する家族のビデオを見いだし、三段の言葉をかけよう。そこに伴侶がいるということは、人生が2倍だけでなく、3倍にも4倍にも豊かになるということだ。それを常に意識すれば、幸福な夫婦生活が起これるに違いない。引用を終わります。私たちは、冷静化で学んだことを実践することを決意し、 成長の意の座禅的な瞑想法である深層感を自習するようになりました。深層感では、実相世界の神様が作られた完全円満な姿を心に思い浮かべて、心の目でじっと見つめます。この深層感の中で、私たちは不調和ではなく、すでに調和している夫婦であります、と心の中で指念しました。そして、その後、すでに調和し、円満であると、 実相円満完全という言葉を繰り返し唱えたのです。また、妻の名前は友子ですが、もちゃんありがとうございますと、感謝の言葉を繰り返し唱えました。一週間続けているうちに、だんだん二人の関係は柔らかくなり、ふふふちゃおわという心の縛りが遂げて、とても楽になり、夫婦の関係も良くなりました。このように、 たとえ現象に夫婦不調和の姿が仮に現れていても、夫婦の調和している本当の姿を心に思い描き感謝することによって調和している本当の姿はやがて自然にこの世界に現れ自分の心と環境を変えることができるようになるのです。次に親子の関係についてお話をさせていただきます。成長の家では 子供はみんな天才であり、すべての子供の中に無限の可能性を認め、それぞれが個性や天文を持って生まれてくると言います。子育てにおいては、その子供の無限の可能性を認め、子供の個性を尊重することが大切です。ここで私の子育ての体験を紹介いたします。私の息子は現在中学2年生です。その息子が3歳の時に、 ピアノを弾いている保育園の先生を見て、ピアノに興味を持ちました。楽器を演奏できるのも良いことだと思い、中古のピアノを購入し、ピアノ教室で学ぶようになりました。ピアノ教室は定期的に子供たちの発表会を行っています。私はつい他の上手な子供と息子を比べ、何々くんのような指の形をした方が良いとか、 何々茶のような姿勢をした方が良いなどと言っていました。そうなある日他人と比べてこんなことばっかり言っていては、ピアノの練習も楽しくできないし、子供にとって良くないことであると、親として反省しました。おめの花はおめの花の美しさがあり、桜の花は桜の花の美しさがあるように、子供はそれぞれと自の個性を持ったこのように一つしかない。 かけがえのない尊い尊存在です。人と比べて優れているとか、おでいるとか、そのように比較することのできないものです。そのことが分かると、自分の子と種の子を比べる必要がなくなりました。もう一つは、子どもの自由を尊重することも大切です。ピアノを習うにつれて、初めの遊ぶ感覚から、私と妻は、英才教育として、 真剣になり始めました。将来、音楽方面の道を目指そうとか、指揮者になろうとか、大きな目標を子供に期待し、押し付けていました。ここで、本日のテキストの93ページを引用いたします。親子の関係で最も難しく、また、困難な問題の原因になるのが、親の執着心である。元来、人は自由を好むから、 人に何か自分のことを決められれば反発するし第一親子であっても人格は違うから親の思い通りにはならない。親は普通、自分の声の思いはその幸せを願えばこそ、などと思うのだがその気持ちをよくよく見つめると結局のところ子どもの気持ちではなく自分の希望や好みを押し付けている面が案外多いものだ。 言え終わります。子供が、いやいや音楽を習いながら、小学を卒業し、中学に入り、当初、部活は吹奏楽部に入る予定でしたが、ある日、突然、サッカー部に入ると言い出しました。音楽の道は子供の気持ちではなく、私たち親の希望、好みではないか、と反省し、子供の選択を尊重しました。今では、本人が自ら自学を持って、朝練や、 放課後練習、週末の試合に取り組み、楽しい学校生活を送っています。夫婦関係、親子関係を良い関係に導くには共通点があります。それは、相手に執着することではなく、話すことです。自分の意見を押し付けずに、相手の気持ちに寄り添い、相手の内に宿る完全円満な事情を信じて、話すことによって幸福な家庭生活を送ることが、 できるでしょう。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。